カッチャンチャンネルの皆さん、こんにちは。カッチャンチャンネルのカッチャンです。姫路から西へ進み、立野へ。立野から北へ、地層ホームへ進むと、伊保川が大きく S 字に曲がっています。地図を拡大します。伊保川と川に沿った県道26号が大きく S 字に曲がっていることがわかります。 隣の林田川と国道29号を見てみましょう。同様に大きく S 字にカーブしています。国道29号は姫路から安富方面へ行く際に通ったことがある方も多いと思います。白鳥台から北西へ近年完成したバイパスを降りて北へ伸びている道路です。さて、この 二つの川の S 字カーブですが、じっと眺めていると何か気づきませんか川の形、そして山の形にも注目してください。ヒントです。世界地図です。南米大陸とアフリカ大陸の形を見ていると、パズルのようにくっつきそうですね。実際に 大昔はくっついていました。ドイツの気象学者アレフレッド・ウェゲナーが1912年に提唱した大陸移動説です。ウェゲナーは海岸線を調査しました。すると植物、動物の化石、地質に共通するものがあったのです。世界はもともとパンゲアという一つの大陸でしたが、 海底のプレートが移動して各大陸に分かれました。矢印の部分を見るとアフリカ大陸と南米大陸が離れていくことが分かります。この大陸移動説は私が小学生の時国語の教科書に載っていました。当時はほんまなんすごいと驚きました。衝撃的な内容だったのでよく覚えています。今思うと 国語の教科書に地学の内容が記載されていることが大変良いですね。教科書といえば、スイミー。小さな黒い魚、スイミーが仲間と大きな魚に立ち向かいます。スーホの白い馬。モンゴルの草原でスーホという少年が白い子馬を大事に育てた物語です。モンゴルの楽器、バトーキンの由来が描かれています。 朝のリレー谷川俊太郎カムチャッカの若者がキリンの夢を見ている時メキシコの娘は朝もやの中でバスを待っている赤十字の創始者アンリー・デュナン日赤のロビーにアンリー・デュナンの銅像がありますね話が脱線したので元に戻しますが話が脱線って学校の先生みたいなこと言うやん <laughs> 南米大陸と アフリカ大陸はくっついていました。ちなみにハワイは日本に近づいています。太平洋プレートが西へ動いているからです。インドが南からぶつかってヒマラヤ山脈ができました。南から北へ動いた様子です。伊豆半島はフィリピン海プレートが動いて本州にぶつかりました。では、イボ川と林田川の S, S. 字カーブはどうでしょうか。山崎断層の位置を戻しました。断層の位置を戻すと、川が概ね、まっすぐになりました。つまり、川の流れが S. 字カーブとなったのは。 山崎断層が動いたからでしょう私は地震や地学の専門家ではないですが、おそらく合っていると思います。山崎断層の位置を確認しましょう。国土地理院の航空写真と活断層図です。右の地図に赤い線で日本断層が表示されています。左の写真では断層に沿って山が割れていることがわかります。もう一枚。 航空写真と地質図です。右の図の丸で囲った部分が左に動いたので川が曲がったのではないでしょうか。Google マップでも見てみましょう。3D で見ると山が割れていることがよくわかります。2本の線がはっきりわかります。もう1箇所山が割れていることがよくわかる場所があります。夢崎町から バーズタン方面へ抜ける峠です車でここを東から西へ通るとき正面を見ると山が割れていることがよくわかりますストリートビューでペグマンに見てもらいますこの道路が断層の上にあって正面の山が割れていることがよくわかります山崎断層は千年で1メートルずれるそうです これまでに何メートル動いたのか測ってみます。計測しやすそうな林田川の東側の山の長さを測ると700メートルでした。ですので70万年かけて山が動いたことになります。70万年前はどんな時代でしょうか恐竜はいますか氷河期ですか日本列島は大陸とくっついていますか見ていきましょう。 70万年前の恐竜日本で発見された有名な恐竜丹波竜と福井サウルスは1億3,000万年前に生息していました丹波竜は兵庫県丹波市で福井サウルスは福井県勝山市で発見されました恐竜が絶滅したのは6,600万年前ですですので山崎断層がまっすぐだった70万年前は恐竜はいませんでした 恐竜がいた頃の日本列島はアジア大陸とくっついていました。ですのでタンバリューとフクイサウルスは実はアジア大陸にいたのですね。恐竜が絶滅した頃、この時も日本列島はアジア大陸とくっついていました。100万年前は日本列島は大陸から離れていて現在に近い形でした。初期の人類であるエンジンは 700万年前にアフリカで誕生しました70万年前の氷河期と日本列島氷河期は24億年前から始まり大きく5つの氷河時代がありますが最も近い時代の氷河期を見ていきます山崎断層がまっすぐの頃日本列島はおおむね大陸から離れています300万年前も 100万年前と同じような形です。260万年前に第4期氷河時代が始まりました。第4期氷河時代の最終氷期が終わったのは1万年前です。2万年前の日本列島も100万年前と同じような形です。ですので、山崎断層がまっすぐだった70万年前は、日本列島は大陸から概ね離れており氷河期でした。 70万年前の人類70万年前の山崎断層がまっすぐの頃日本列島に人は住んでいたのでしょうか直立歩行をする初期人類であるエンジンは700万年前にアフリカで誕生しましたその後400万年前にアフリカでアウストラロピテクスが登場しました600万年前の日本列島は大陸から離れていて エンジンはいませんでした。200万年前に森林を離れてサバンナで暮らすホモ・エレクトゥスが登場します。ホモ・エレクトゥスのいくつかの集団はアフリカを出てユーラシア大陸に拡散しました。その子孫がジャワ原人や北京原人です。300万年前の日本列島は600万年前と同じような形です。その頃、日本列島に 原人はいませんでした。60万年前、ヨーロッパや中東に進出した集団の一部はネアンデルタール人となりました。そして、およそ20万年前にアフリカに残っていた集団から新たに私たち自身であるホモサピエンスが誕生しました。12万年前からアフリカを出て全世界に拡散して現在に至ります。日本列島には 4万年前にホモ・サピエンスが上陸したと考えられています。ですので山崎断層がまっすぐの頃70万年前に日本列島に人類はいませんでした余談ですがチンパンジーオランウータンボドモはかなり人間に近く人科に分類されます。チンパンジーはかなり賢く小学2年生ぐらいの知能があるようです。犬と馬は 人間の3歳ぐらいの知能があるようです。チンパンジーと人間は DNA が98.9%一致します。猿と人間は DNA が93.5%一致します。では DNA が60%一致するのは何でしょうか稲です。 山崎断層に戻ります。山崎断層がまっすぐの頃70万年前は恐竜はいませんでした。恐竜は6600万年前に絶滅しました。気候は氷河期でした。日本列島は600万年前にはすでに分離していましたので70万年前は大陸からおおむね分離していました。人類はいませんでした。 日本列島に人類が上陸したのは4万年前ですまとめるとこのようになります山が7 0 0ル動くのに70万年もかかっているのです日本列島に恐竜も人類もいない頃氷河期に生息する動物だけがいる状況で 川はまっすぐに流れていたのですそこから1000年に1メートルだけ動いて現在に至ります大変味わい深いですここでお礼を申し上げますおかげさまでひめじの地理歴史かっちゃんチャンネルは解説から1年を超えましたありがとうございました姫路市民がおおという場所5線がバズり 3万再生を超えています注目は人気第2位の医師の動画です再生回数は9000回川の中の医師に興味を持つかっちゃんチャンネルのセンスさすがです視聴者は男性が94%女性が5%年齢層は45歳以上が96%ですチャンネル登録者 1000人まであと少しです。チャンネル登録、グッドボタン、コメント記入など、今後もご支援、ご協力をよろしくお願いします。広い範囲で見てみます。断層が2本あり、山が割れていることがよくわかります。伊保川と林田川があり、その東には夢咲川があります。 この川も蛇行している場所がいくつかあります。夢咲高校の南西では川が大きく西へ曲がっています。山坂蛇行の付近も大きく蛇行しています。画面右下。この2箇所の平地はもともと繋がっていたのではないでしょうか。断層で山が動くと島のような山ができます。ここは島のようになっています。 この島の北には B&G のプールがあります。他にも島があります。島になりかけの場所もあります。イボ川については見れば見るほどアフリカ大陸と南米大陸のように左右の山がパズルのようにくっつきそうに思います。70万年前から断層が動き始めたと仮定していますが、大昔の 複雑な断層の動きはわかりません。日本列島が大陸とくっついていた頃は、この場所は一つの大きな山だったように思います。断層を直接見ることができる場所がここにあります。ここに行ったことがありますが、パッと見ただけでは普通の山と岩のようにしか見えませんでした。岩には断層の跡を示す筋状の模様があります。 では断層を戻してみます山崎断層の位置を戻しました平地ができて夢崎川がまっすぐになりました 70万年前と現在を比較します左の2つの丸印は現在分離している平地ですが右のように70万年前はくっついていたのではないでしょうかお地球の力はすごいなかっちゃんパソコンで山や川を眺めていると大小さまざまな断層をすぐに発見できます。 例えば、中央構造線ははっきりわかります。大阪、和歌山、淡路島、四国に並行して同じ地質があることがわかります。イギリスを見てみましょう。スコットランドにグレートグレン断層があります。山が割れていることがはっきりわかります。中国自動車道は中国地方を東西に貫く形で建設が進められ、 1970年、昭和45年から部分的に開通し、1983年、昭和58年に全線が開通しました。兵庫県の中央付近については断層に沿って中国道が作られました。工事費用を抑えるため、トンネルが不要となるルートを選んだのでしょう。私はトンネルが多い山陽道より中国道の方が好きです。 中国道は道路が広くて見晴らしが良くとても走りやすいと感じます。田中角栄の日本列島改造論です。この本が出版されたのは1972年、昭和47年です。中国自動車道は山陽方面、山陰方面、両方へのアクセスの良さを考えて選定されました。この本が出版された時、本に記載されている 全国ののの開発予定地の土地土値段がが跳ね上がったそうです現役の政治家が国土開発の計画を本に出すとその地方が混乱するのではないかと思いますが当時はどのような世相だったのでしょうか時代を感じます昔からある峠は断層に沿っている場所が多くあります昔の方は山の低いところを切り開いて峠を作っていき 自然と断層に沿った道になったのでしょう。以前の動画で戦争遺跡について紹介した福崎工業団地においても、このように断層が道路となっています。左の地図の赤い線が断層です。右の写真で見ると断層が工業団地の道路となっていることがわかります。山崎断層は岡山から加古川幹方面まで伸びている 巨大な活断層帯です。今回取り上げた断層は山崎断層帯の一部分です姫路セントラルパークの東辺りの土地では塩を含んだ水が湧いていたそうです塩にまつわる地名がついており昔塩を求めて動物が寄ってきたようです中国道の工事中にも山崎断層から塩水が出てきたそうです 断層がずれると地下水が通りやすくなりそうですが、なぜ塩分が含まれるのでしょうか、詳しくはわかりません。今から40年前の昭和59年1984年5月30日、山崎断層を震源とするマグニチュード5.6最大震度4の地震が発生しました。以来、山崎断層を震源とする大きな地震は発生していません。 地震はいつ発生するか分かりませんが必ず起きます家具を固定するなど日常から備えておきましょう今回は伊保川と林田川の S 字カーブと山崎断層について紹介しました S 字カーブは以前に友人から教えてもらい今回深掘りして調査しましたこの度も私の作品を見てくださりありがとうございました コメント欄には感想などお気軽に記入してください。では、この辺りで失礼します。かっちゃんチャンネルでした。チャンネル登録をしてください。チャンネル登録でアイキャンセグバイ。チャンネル登録をしてください。チャンネル登録でアイキャンセグバイ。